コスチバルのバズワーよいしょ。 What's up ladies and gentlemen、 皆さんこんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村すばるです。始まりましたファンファンサーズデイバズアップの時間ですよ。はい、木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。そう、今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよね。来たぜ。来ました皆さん、来たぜ。ついに今日2年目に突入いたしました。イエーイ。もう一人にこれは本当に聞いてくださる、皆様のおかげだと思っておりますよね。終わらなかった本当。いやもう本当めでたい、本当バズアップね、終わらなかったよ。これほどめでたいこと、 ことはない。2年目突入ということですけど、なんか意気込みございますか。頑張るぞ。おー、いいですね。もうお手本のようなね、お答えをいただきましたけれども、まあとりあえずはね2年目も無事に何の事故もなく、まあ、生ですから、ね、何の事故もなく行きましょうよ。行けたらいいなというふうに思ってますから、皆さんどうぞ今年もよろしくお願いいたします。そしてですね、今日2年目に突入しますから、今日から始まる新コーナーもございますから。そうなんでございます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、はいはい、ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時から放送しておりますラジオ番組、30分の帯番組でございます。ちょっと待って、ね、どうしたね、あのさ、さっきから思ってたんだけどさ、ね、めちゃくちゃ緊張してるっしょ。今日ね、すごい緊張してる。あの確かに2年目始まったけど、先週とそんな変わらないからね。そうなんだよ。頑張って頑張って頑張るぞ。もう一回読んで。はい、ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時から放送しております30分の帯番組でございます。はい、そしてついにこの4月より放送2年目に突入しました。ありがとうございます。そしてこの4月よりですね、レインボータウン FM だけではなく、なんと越谷 FM でも放送されることが決まりました。イエーイ。そうなんです。ちょうどですね、先週分は今日放送されております。そうなんですよね、はい、一週遅れてね、うん、先週の分っていうのが、今日聞けると。だから今日の分っていうのは来週聞けるという、うんうんうん、当たり前のことを言いましたね。はい、ファンファンはですね、月曜日担当がウェイウェイさんと渋谷真理子さん、火曜日は花山美代さんとベストパフォーマーの皆さん、水曜日は桐村真理さんと井上優香さん、うん、木曜日は僕たちバズアップ、そして、金曜日が池田彩さんと、月替わりでゲスト MC を迎えてお送りする番組となっております、はい、そしてこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております、はい、エドプレスジャパンとは羽田から世界へ日本の魅力を配信していく外国人向けのインターネットテレビ放送局でございます。エドプレスジャパンと検索していただきますと、ホームページから24時間配信している動画も見ることができますので、皆さんぜひ見てみてください。お願いいたします。はい、まあちょっとじゃあもう、うん、もうまるで新番組かのような気持ちで行ってみようか。じゃあちょっとここからは、それが緊張するんだろうね。なるほどな。あ、ちょっとレノ君の顔見てたら俺も緊張してきちゃったよ。ごめんごめんごめん、うん、まあいいや、張り切っていこうよ今日も。頑張りましょう。はい、というわけで、はい、早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんしょ、サトシとスバルのファンファンスターズデイバズワーぷー。さあというわけで、もう早速新コーナーここで放り込みたいと思います。おっしゃ。その名も今週のバズラー。もう説明は不要でございます。もうとりあえずやってみようということで、はい、DJ 池田スピンなし。まあね、とりあえず、うん、今週の出来事をね、ちょっとフリースタイルでラップしてみようかなというふうに思ってますんで。やりましょう。いえいえ、やばいですよ、久々でしょフリースタイル。緊張。いえいえ、とりあえず2年目突入、めでたいぜみんなよろしく。いえ、いきなりフリースタイル、何のこった、これが新コーナー。いえ、健康が一番大事、うん、俺現代人でも肥満児。いえ、病院に行って言われたぜ痩せろ、yeah. だけど行ってやりてえぜうるせえよ。いえ、ちょっと口悪いけど、こんな感じでとりあえずかますフリースタイル、yeah. 調子どうなの、レノサトシはバズったことあんなら聞かせてな。改めまして僕らバズラップ、このまま行くといつかホモアップ、髪の毛につけるならリーアップ、タイムアップする前にサムアップ。やばい、yeah、何にも思いつかない、何にも歌詞が浮かばない。あ、そういえば また見た映画、スバルも今度見に行かねえか。ララランド何度見てもやっぱ最高、昼と夜で3度4度だから教えて君の電話番号。教えて電話番号。ポウ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 チェイチェイチェイ。ちょっと待って、えこのコーナーやる？これ大丈夫なやつ？大丈夫かな。まあ、ちょっとね、
僕らラップ好きだっていうのをね、はい、もうちょっとみんなにアピールしたかったなっていうのがあって、まあ、どんなコーナーかっていうと、まあ、1週間の出来事を今ここで即興でフリースタイルちょっとしようじゃねえかっていうコーナーです。そうなの？そうじゃん。ていうかさ、何あのララランド2度、2度3度何度見てもやっぱ最高最高感動感動イエーイエーイ2年目突入でもまだまだ仲良く目指す100回目、だから応援よろしく。グダグダ。ちょっとね、僕ら本気でこのコーナーであのフリースタイルダンジョンを超えたいと思ってます。、うん、いつか呼ばれるように頑張りたいと思います。はい、というわけでもうこれしばらく続けていきますんで、あの苦情が来るまでやりたいと思います。やりましょう。皆さん一つよろしくお願いします。さあ、そしてさらに今週から2個目の新コーナーをちょっと入れてみたいと思いますので、うん、こちらお届けしてまいりたいと思います。あなたのお悩みにダンディーにお答えいたします。その名も、お悩み So Dandy。レルちゃん。なんだい、スーバちゃん。今週も迷える子羊たちからたくさんのお悩みレターが届いてるんだよ。まったくしょうがない子羊ちゃんたちだな。聞かせだ。オーケー。それじゃあタナティからのレター。寝ても覚めても眠いです。バズアップまで起きてられる気がしません、うん、どうしたらいいですかというお便り。なるほどね。レノちゃんどうだいこれについて。あのね、うん、僕ね、何だい、聞いたことがあるんだ。何をだよ。みんなさ、うん、カフェインって知ってるかい。なんだいそれは。いいかい、寝る前に、うん、コーヒーを、うん、入れればいいんだよ。コーヒーを入れるのかい。そういうこと。あ、またこの番組終わる終わる気がしてきたぜ。大丈夫かいそういうこと言って。あ、僕だったら、うん、その真っ黒なコーヒーに真っ白いミルクを入れるかな。想像してごらん、ほら、あの真っ黒いあの液体の中に真っ白いミルクが入るんだよ。ポタポタと、ね、それをね飲めばきっとタナティもバスアップの時間まで起きていられると思うよ。夜寝れないかもね。逆に、なんだいその珍回答は。一見また迷える子羊ちゃんを一人救ってしまったようだ。本当か、今のでタナティちゃんは救われたのかな。なんかいいと思う。そうだな、まあそんな俺たちそうダンディ、うん、それじゃあ今週はこの辺で、チャオチャオ。何この時間。おい。誰だよ。あのね、こういうこういう感じで2年目行こうと思うから、皆さんあのいいですか、うん、挑戦は、うん、いつでも危険と隣り合わせですから。そうだね。そうなんだよ。てか俺さっきやってたさ、あのコーナー、何、うん、あの俺嫌いじゃないな。誰、さっきの相談 D だ、あのよくわからん2人が。まあまあでもね、ちょっとあの皆さんのお悩みにねお答え していくコーナーらしいので。彼らがね、そう、まあちょっとやっぱ新しいことに挑戦していく年にしたいよね。そうだね、うん、これ救われたのかな本当に。タナティは、いやでもどうやらね、そうだな、わかりやすかった、まあ、テイストね、こういう感じにするぜみたいな、あ のだけ今日分かってもらえたら、うん、2ヶ月ぐらいしたら固まると思うんだよ。そうなんだよね。もうちょっとしたら固まるんじゃん、何かが分かるかもしれない。そうだね、ちょっと
やらせてください。そうだね、もうしばらくこれちょっとやらせてほしいな。さあというわけでね、ここからは、はい、まあ、これはもう毎週恒例だったんですけれども、はい、お便りテーマ、よしよし、テーマについてちょっとまた今週も語らいたいななんていうふうに思っております。今週お届けするお便りテーマはですね、春満開、うん、私が大好きな〇〇みというのですね。まるまるみ、まるまるみでございますよ。お花見ではなくね、まるまるみ。いや、それはね、お花見もあるじゃないですか。まあ、どういうことかっていうとですね、うん、春の行楽で一番盛り上がるのはやっぱり花見ですよね。そうですね。その花見に次ぐ、うん、私が好きなまるまるみっていうのをですね、ちょっとみんなと語らいたいなと。なるほど、ね、俺あれは花を見るから花見じゃないですか、うんうんうん、でもそれ以外に本当は実は花見よりもこっち見る方が好きだぜみたいなのって絶対あると思うんですよ、うんうんうん、ちょっとそれについてね話したいんですけど、なんかあります？何見が好きですか？僕はね、うん、あ、はい、何？しりみ。梅野くんらしい。あ、これあれですよ、しりみって何？お尻を見る。やめとけって。違うんですよ。どういうこと？聞いてください。これは、うん、変な意味じゃなくて。変な意味だろう。いいですか？いいですか？何？お尻というのは曲線のアートなわけですよ。知るか。わかります？え、何？アートなんですよ。だから、うん、こうね、それを見ることによって、あ、ダメだ、変なこと言ってた。やめなさいよ。じゃあでもこう、なんて言うんでしょうね、その。うん、スケベな気持ちではなく、あ、そういうことじゃなくて、なんかこう美しさとして、なるほどね。こうね、まあ、皆さんがもし望めば、あの、うん、インスタグラムの ID、うん、いろんなお尻の ID お教えしますので。あのね、これね、みんなね、本当なんだけど、うん、レノ君がインスタグラムでフォローしてるアカウント、うん、ほとんどお尻のやつ。語弊があるわ。びっくりするよ。かっこいいんですよ。いや、まあそうなんだよね。ちょっとまあ、かっこいいんですよ。今変な言い方しちゃったわ。なんかレノ君やっぱさ、この写真の中でさ、うん、まあ、ヌードとは言わないよね。そう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 、じゃないんだけど、そうそうそう、要は例えば自然の中でこう女性がいたりとかっていう、なんかその要はアーティスティックな写真を上げてるアカウントがいっぱいあるんですよ。で、それをねめっちゃ見てんのよ。で、その要は例えばもう森の中ですごい綺麗なお尻の、うん、要はその海外の女性が立っているのをこう見て、レノ君が見てくれよこれみたいな、すごくないみたいな、うん、超綺麗じゃないっていうか、うん、これ美しいよね、うん、みたいなのを超言ってくるのよね、うん、レノ君がね。そうなの。なんかさ、そのアーティスティックなエロスが好きなんだよね。かっこいいじゃないですか。あ、そう。待って、でもさ、そんなんさ、日常生活でさ、そんなにさ、尻見できるところなくない？ない。だからずっと携帯の画面見てる。マジで？そうなんだ。そう。いや、確かに、まあ、ちょっと俺は。なんか、え、あるでしょ、何見って。何見、あのね、僕はね、俺待って、俺タラのさ、今のだってタラの変態みたいになるじゃん。そんなことないよ。違うよね。あ、じゃあちょっと、あ、美術館に行くみたいなもん。あ、待って。あ、なるほど、美術館に足を運ぶのと同じ温度なんだね。そうお尻を見るっていうのが、う、まあ、確かにミロのヴィーナスとかね。そう、あ、好きですよ。だからああいうのとってもかっこいいなと思う。あ、そう、彫刻とか写真じゃなくてもね。そうなんだ、うん、引いてんじゃん。ちゃんと引いてんじゃん。まあ、確かにね、うん、僕とレノ君ね、2人で一緒に美術館行ったりとか、うん、もうね、よくするんですよね、うん、だからその時にレノ君がね、そういうのをすごい力説してくれるから、うん、まあ、本当に好きなんだろうなっていうのは、まあ、僕も思いますよ、うんうん、フォルムですよ。車が好きな人と一緒ですよ。フォルム、あ、曲線美ってやつだ。もつまり本当に、うん、これ怒られるかもな。そんなことない。まあ、でもなんか、まあ、それそうフェチとは違うんだよね。フェチとは違う。あ、そう、そう、やっぱこのなんつうの、三角ではなく、うん、四角でもなく、うん、丸いもの、うん、なんか丸いものにこうやっぱアーティスティックな部分を覚えるわけですよ、私は。あ、そう、丸み、うん、でもなんか、まあ、スバルのお腹も丸みがあって、ちょい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 、素敵じゃないですか。お、さらっとディスってくれんねや。そう、別になんか変な意味じゃなくて、うん、なんかお尻と同じみたいなさ。待て待て、俺腹にケツついてるのか。なんつうの、でもなんかそれ見てて、あ、なんか、あ、素敵やなって。あ、素敵、なんかちげえな。おい。また言われるだろ。うん、そっか。ホモアップ。木村さんなんかないんですか？あ、僕ね、うん、俺ね、レノ君のやつよりも多分惹かれると思うんだけど、うん、あのね、僕ね、あのね、ディスカバリーチャンネルっていうのがあるんだけど、うん、そこでね、うん、その、いや、野生の王国みたいな感じでさ、うん、要はそのサバンナとか、うん、いろんなところ の、うん、その野生の動物を取り上げてる番組が数多くあるわけですよ、うん、で、なんかね、そういうのを見て、うん、YouTube とかでも見るんだけど、なんかそのサバンナで、うん、あのライオンが、うん、そのシマウマとかを、うん、ハントする動画を、うん、結構見るんだよね。どういうこと？狩りの動画。狩りの動画。狩りの動画。え、動物が動物を
狩る動画狩るやつ怖っ怖大丈夫ってよく言われるのよ、うん、確かにだって要はまあそれが要は自然界のさこのなんていうの摂理っていうのそれ の要はさ、まあ、弱肉強食的なこと、まあ、そうそうごく自然なことなんだけどなんかそういう動画をね、うん、よく見てしまうんだよそれこれな今俺がさ見たあの尻身はさ、うん、こう丸曲線に対する感動を覚えるわけじゃん、うん、それは何をな生命力かなあなんかこういうこと言うと俺が生命力ないみたいな感じになっちゃうけど、そうじゃなくてね、やっぱああいうのねにすごく興味があるんだよね、まあ、動物とかっていうよりなんかその要はこう自然界の、うん、なんて言うんだろうなこう人間ってさ、うん、豊かに見えてなんか僕はねちょっとある種のなんかちょっとこう足りないところがもしかしたらあるのかなみたいなとかって考えることがねよくあるんですよ、果たして本当にこれでハッピーなのかみたいな、はいはいはい、そういう時にこの動物のねその自然界の、うん、本当にその間じっけのないその自然界の動画を見た時にあなんかこう生きてんなみたいな、うん、あ僕元気ですからねまあだからこう名前タイトルをつけるんだとしたらまあこうディスカバミが好きなんですよね僕ディスカバミ語呂悪くね何言ってんの花見尻見ディスカバミあーなるほどねいいかいやちょっと待ってくれよこれでいいのか2年目本当にちょ待って待って待ってだからこう僕らダメだから、うん、まともなのをお便りでいただいてますからいいですかはい、はい、バズネームズーよりイエーイイエーイレノさんスバルさんこんばんはこんばんは新年度突入おめでとうございますありがとうございます2人で木曜夜の帝王を目指してこれからも頑張ってくださいね頑張るさて私の好きな〇〇味ですがズバリ人間味です、うん、おお人間観察です特に電車内と誰かとの待ち合わせの際の人間観察が大好き、うん、なるほどね面白い人迷惑な人スマホ見ながらニヤニヤしてる人これ俺じゃねえか不釣り合いなカップル人の声の大小も気になります、うん、本当にいろんな人間いるんですよねうんうんなるほどねだそうですよわかるでもほん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 あ人間味これこういう人間を見るのが好きな人間ウォッチング好きな人は多分多いと思いますよ、はいはいはい、まあなんかわかんないけどさこれ役者やってればさ、うん、自然と見ちゃうこともあるしそうじゃなくても、うん、多分見てて面白いんだと思うんですよ、うん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 、あのね僕はねあれこれにちょっと付随なんか関連してなんだけどあのディズニーランドとか行った時に、うん、あのさカップルがどういう温度で来てるかみたいなのを見るの俺すげえ好きあー超わかる、はいはいはい、なんかさこう僕一人で行くことが多いからさ、うん、あのこうすごいクールなのよ俺は、うんうん、まあそうだねもうね心はウキウキしてんだけどそうだ、ね、この歩き方とかも超クールにこういるわけよ、うん、いるわけよそしたら周りの喋り声とかさそういうのがよく聞こえてくるんだよそうするとあのカップル付き合いたてだなとか、はいはいはい、なんかあちょっと長いのかなみたいなとか、うんうんうん、あデートかなみたいなとかねだんだんねこうそういうのをこうイメージしながら歩くのが楽しいのよ人間味っていうかさ、うん、想像するのが楽しいんじゃないこういうのってそういうことなんじゃないのかな、まあ、これの場合はねあのそうだと思いますよ、うん、そうなのそうなのズー妄想が好きなの妄想が激しいの妄想が激しいのかそういうことなのなんかそのだってさ確認はできないじゃないそう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 例えばなんかこう携帯覗いてさニヤニヤしてる人にさそれは何を見てるんですかみたいな聞けないけどそしたらこいつみたいなさディスカバミみたいなやつがいるかもしれないし狩りの動画見てニヤニヤしてるかもしれないかもしれないしねそう、まあ、その時になんかこうちょっとイメージするのが楽しいのかねこれっていやでも想像するのは面白いですよね実際あーちょっと分かるな分かるなんかさこう人のさこの行動とかさ、うん、この言動をこう見て、うん、なんかいやこれ言ったらもう大変に失礼なんだけど、うん、なんかその人のねこう育ちとかなんかどういう、はいはい、その青春を送ってきたのかとか、うん、なんかそういうのを、ね、こうイメージするのは ね確かにすげえ好き考える、ね、あと最近ね俺ねすごい力を手に入れてしまったんだけど、うん、あのねこう女の子の顔を見てあのねあのおばあちゃんになった時のその人の顔をこうね想像するのよ、うん、それがねあのものすごいね明白にね綺麗にイメージできるようになってきた、はいはいはい、最近それは何に活用するんですか奥さん選びでしょうよなんかいやなんかそういうことでしょ顔をこうじーっと見てて、うん、なんかおばあちゃんになったら、うん、きっとこんな感じのおばあちゃんになるのかなみたいなとか健康かなとか元気かなみたいなお前何妄想で生きてんのやばいね、うん、でもねちょっとね
すげえさ、小学生の時もねそういうのすごい好きだったのよ、うん、こう一人でそれを見て、うん、あこの子なんか大人になったらこんな感じの人になるのかなとかイメージをよくするのよ、うん、で最近さこの26、27になってさあの久々にこう再会したさ昔の小学生とかの友達見ると、うん、なんかその通りに、ね、なってんの、うん、あこんな顔こんな顔そうそうそうみたいななんかねそういうのがね最近ねあるんですよ。でもスバルの友達はさ、うん、絶対スバルがこんなにふくよかになると思わなかった、ね、だからもうやめてあそうだよね、そうだよね。でここ2年くらいの話なんですよ。何が2年前までね僕もねスマートボーイだったんですよ。あスタイルの話何の話いやなんかそのなんか超能力の話かと思った。あちょっとこのふくよかになったのは、うん、そう誰が想像したかねこの感じをいやいやいやまあまあでもそう好きだな、うんうんうん、なんか皆さんの丸々見なんか面白いのあったらぜひお便りもたくさんください。ちょっとあの時間になっちゃったんで今日はちょっとごめんなさい一通だけしか紹介できなかったんですけども、ズーありがとうございました。ありがとうございました。じゃあなんかなんで、うん、まあもしお便りだったらぜひください。これまた見たいですね。そうなんですね、うん、ちょっと来週もこのお便りテーマやりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではここで今週のバズアップミュージックのコーナー行ってみましょう。歌詞にご注目してください。はいはい、本日ご紹介するのはこの曲。はい、ご紹介いたしましたのはロードオブメジャーで始まりの場所でございました。イエーイ、懐かしいね。歌詞聞いてた？聞いてない。お前自分のデブについて話しただろ違うんですよこれ。あのこれね、うん、バズアップってさユーストリーム配信もしてるじゃない、うん、でこのユーストリームってさちょっと時間差があるでしょ、うん、であのねこの時間差で流れてきた自分の、うん、映像がものすごい太っててびっくりしたどうでもいいんだけど曲の素晴らしさを語らせてくださいください。いやもうなんか歌詞がさ、うん、始まりの場所だったんですけど、うんうん、まあ、いろいろ、まあ、4月入りまして、はい、これからいろいろな挑戦とか、うん、辛いこととかもあると思うんですけど、うん、このバズアップが、うん、皆さんの帰ってこれる場所始まりの場所になったらいいなと思って選びました。素敵。めっちゃ考えてない？いやすごい素敵。なんかね僕ちょっと前にねすごく嬉しかったのが、うん、あのねあの観覧今日はねあのちょっと残念ながら雨なんですけれども、うん、要はそのお客さんが見に来てくださるんですよね観覧に、うんうんうん、でそしたらそのお客様方の中でこの観覧見に来てこう仲良くなってとかっていう、ね、おっしゃってる方がいて嬉しいじゃないですかね。なんかこうバズアップがそんなきっかけになってここで要は友達の輪が広がるバズの輪が広がるみたいな。素晴らしいじゃないですか。ありがたいですよね。そうだからここがまたなんか辛い時の帰ってこれる場所になったらいいなと。そうだね、思います。だからちょっとこれからも頑張っていきたいですね。そうですね、もうちょっとあのコーナーをクリアにして来週は頑張りたいと思います。はい、まあ、やっぱねでも やって後悔しようがまだいいから。そうですねはい、というわけで以上バズアップミュージックのコーナーでした。あそこおっといけねえ、エンディングの時間が来ちゃったぜ。ふざけんなよずっと気になってた、うん、CM のインパクトがすごいんですよ。すごいですねアクティブレインっていうのがもう超耳に残る。わかるわかるけど、あそこもうしばらくこうね流れてましたからね。わかります、はい、はい、お送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。はい、宛先は info@792fm.com まで、 info@792fm.com までよろしくお願いいたします。はい、またですねファックス番号がございます。ファックス番号。ファックス番号。ファックス番号がございます。レインボータウン FM のファックス番号が0356340792。そしてですね、越谷 FM の方にもファックス番号ございまして、はいはい、048-940-7543 番でお願いいたします。はい。視聴方法や番組内容、バズアップミュージックのコーナーで流した曲の情報などは、バズアップ公式ツイッターアカウントをチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そして、ファンファンの番組問い合わせフォームもなんとできたそうなんですよ。おっと、番組へのお問い合わせはfan-fun.com/request まで。いやいや、はい、伝わらんわ。fan-fun.com/request までお送りくださいませ。お便りテーマの他にもですね、コーナーお悩み相談ディーにですね、またですね、普通オタ、番組の感想、お悩み相談、リクエストや僕たちバズアップに聞いてみたいことなど、何でも構いませんので、よかったらぜひ、お便りお送りくださいませ。よろしくお願いいたします。お願いいたします。なんかちょっと、簡単に告知させていただいてもいいですか？例のやつ？はい。今月、はい、4月23日に、我々がやっております、天才劇団バカバッカという劇団のイベントがございます。はい、浅草の夢町劇場というところで、14時、
18時から、1日2回イベントをやります。まあライブがあったり、うん、ゲームっていうのはですねちょっと、まあ、言えないようなゲームを今回しますけれども、うん、あんなゲームやこんなゲームでゲストもですね、元アイドリングの人たちや雑だな、はい、あと 2.5 次元舞台で活躍している人や方々とかね、はい、いろいろ出てくださいますので、いろいろやりますね、はい、天才劇団バカバカで検索していただきますとですね情報ございますので、4月23日浅草でお待ちしておりますので、よかったらぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。すいません、全然揃わなかったな、はい、まあ、ということで本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で。もう全然揃わないんだね今日ねダメだな、来週もっと頑張ろう頑張ろう、はい、ということでバズアップまた来週のこの時間にお会いいたしましょう。お届けはアレノサトシと木村すばるでした。バイバーイ。